おはよう。だからカープに優勝するのに日本一ならなかったんだって。まあその話の続きはじゃあオープニング明けで。眠たい。おはよう、マジで。最近、ここ最近の放送全部寝起きっていうね。あ、毎回眠そうじゃない。眠たいのも僕たちは。あね、そう、今日はうちの新人、お名前は、お名前はゆうやって言います。そう、来てくれたっていうか俺が無理やり連れてきたんだけどね。うちの新人のゆうやくん。だもうカープ優勝記念一回置いとこ。今日は新人連れてきたから、カープ優勝はもういいよ。しかも俺なんだったらこの新井の胴上げのシーン泣いてたし、もう泣いちゃうよね。新人くんはどこの人、どこの国の人かって。ああ、国岡山です。修羅の国、修羅の国。修羅の国はあれだな、別に。ああ、黒田の胴上げも良かったね。てかもう新井とあの黒田のあのね抱き合うシーン、ね、もうあれはもうワンワン泣いちゃうよね。もすもも桃のうち。修羅の国は福岡って。まあ確かに修羅の国福岡だけど、まあ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 、あれだ、きびだんごの国だよ。新宿野球に興味ない。確かに、確かに。もうてか一個だけ言っていいか。俺もそんなに野球興味ねえからな。別にね、リアクションで分かった。あ、そう、そう、実はそうだよ。俺別に野球あんま好きじゃないから。嘘、ごめんって。ごめんって、野球大好きだよ。見るのは。え、もうだってシーズン終わったから別に、あ、ビジネス野球です。俺、本気で殺されそうだからあんま言うのやめとこう。結構ね、何しようかね、今日は。あ、まあ一応ね、こう、クラブノベルのとある放送の裏トークっていうタイトルでやってるけどさ、放送の裏トークなんてまだ知らないよね。知らないっすね、初めて1週間だしね。うーん、そうだよね。どうしようかな。今は何が流行ってるの。そう、裏トークしてないよね。何がいいかな。裏トークするかじゃあ、久々に。裏トークね。裏トーク。なんかあったっけな、最近の裏トーク。いや、別に今日あれだよ。新人くん来てるから、そう、質問でもいいしね。いっぱいコメントしてくれたら答えるよ。小さいファミコンは買いません。まだです。クリスマスはまだです。クリスマスまで我慢しなさい。いい子にしないとサンタさん来ないからね。いくつって言われてんだよ。二十歳です。なんかこう、うん、これ何。二十歳。こうじゃないんだ。え、あ、こう。一番好きなものは肉です。単発かよ。
大津。ああ、大津。大津。にちゃいなにちゃい。俺でもここ5ちゃいだよ。頑張ろうね。ああ。アイケの黒髪だから、そうだよ。俺黒髪本当童貞なんだよ。ちょ、別に普通の時はええんやけど、この髪型で黒髪が童貞だった。ちょっとやめよ、だから。もうそろそろまた髪色変えなあかん。次は、黒かな。童貞から。最近ね、あれなんですよ、僕あの有名な YouTube ってやつで知ってる YouTube ってやつで、なんか昔のホストの動画を見てるの YouTube? 俺 YouTube はマジでなんてなりたいんやけど俺本当に今ね、すげえ YouTuber になりたいの。じゃあ YouTube でその昔のホストの動画を見てるの。あのまだ全盛期の頃ね。もうなんか今みたいにこんなんじゃなくて、毎回スーツで胸元ガッパー開けて、そうあのホストの花道みたいなやつ、あれを見ながら最近モチベーション高めてるっていうね。俺もいつかなれんじゃないかって。そう、あのね、大阪の、ね、有名なお店の人が東京の有名なお店の人と売り上げ勝負がしたい。で、俺これで負けたらもうホストの世界やめますみたいな、ネオホスな感じじゃなくて昔のホストはもう多分ね、今はね受け入れられんのかな。まあネオホスじゃなくしたいよねって思ったけど、あの、もう俺髪型がね、昔のホストじゃないやん。昔のホストはここにこう、筋一本あってね。M 字バンク。M 字バンク、有名な。で、髪の毛こんなめっちゃ長くてね。どう思うっつってこんなんやって。この、先生のこんなんやって。バカにはしてないけど。何が？せっかく髪色自由なのに。ねえ。髪色自由だからね。何あのツートンとかにすればいいんでしょ？黒と金色の。で、なんかめっちゃこんなんして。俺みたいなやってみる。まあ、どんなホストになりたい？どんなホスト？まあ、やっぱりお店で、例えるんやったら、まあやっぱ、友谷社長とか。うん。うん。今、まあやっぱってこうやってきたから俺かと思って。ちょっとドキッてしちゃったよ。よかった。そうやな。友谷さんになりたいとは俺は思わない。社長はまあ社長でね、かっこいいけどね。よし、裏トークしよう。社長は顔だけだ。社長は顔だけだ。何なんだろうね。やっぱ所詮顔だよね。ああもうやさぐれてやる、ここイケメンだもん。あの人イケメンだもん。そうだよ。うん、ああロリさんはあれだもん。ロリさんってなんか取り柄、あやめとこ。もうロリさんはかっこいいと思うよ。ロリさんはかっこいい。ロリさんでもちょっとあのね、口じゃ言えないけどね、この辺がね、ちょっとね、あんま、うん、ダメ、俺は言えない、そんなこと言えない、決して顔と頭が悪いなんて言えない。俺は絶対そんなこと言ってないからな、俺。言ってないからな。めっちゃ言って、俺別に何も言ってないよ。あれ？まだ寝てんのかな、俺。
寝言かな。どうでもこう1週間ぐらいじゃん今日で働いてみた結果楽しい。いやでも楽しいですよ本当に。毎日楽しませてもらってるっていうのはありますね。そうまだ1週間なの今日で。1週間だっけ。いや1週間経った2日目ぐらいですか。1週間と2日目か。じゃあまあ1週間でいいよ。そうっすね、1週間でいいよ。今のところカットで、うん、初放送。そう初放送ホスト童貞だ。ホスト童貞がでもすごい頑張ってるよ。俺何してたんだろう。入って1週間の時入って1週間の時酒飲みながらわーっつってたわ。ホストの他にどんな仕事してる。パチやあと倉庫の仕事ぐらいかな。倉庫の仕事。いやそ倉庫。あ、そう倉庫。そうそうそう倉庫。びっくりしたよ。ドキッとした。そっち系の人かと思った。めっちゃドキッとしたよ。まさかのだよ。びっくりしたもう。え、聞こえたよ俺やっぱり。びっくりした。パチ屋にソープって言うもん。なんか聞いちゃいけないこと聞いたもんね。あっちやの仕事って腰悪くしてるのよ。そうでもないよ。ちょっと忙しいぐらい。あのね、こう、たまこ。あれ、大丈夫、大丈夫。やっときに、たまにちょっと迷惑なおっさんのところで。たまぐらい自分で後ろのやつあげるから。確かに。アキさん、アキさん基本何でもしてるよ。サラリーマンと、コンビニ店員以外ほぼしたと思う。ソープはやってないな。ごめんけど。お昼の仕事はだってそれなりにやってるよ。ラーメン屋、ホテルの厨房。あと何やったっけな。来年マグロ漁船に、ああ、そうやな。マグロ漁船にでも乗ってみようかな。結構重かれやろ、あれ。こうやってきてるでしょ。で、飛んできたマグロに頭打って死ぬ。おぉ。事故が。待って、俺別にロリさんの悪口なんか言ってない。俺ロリさんの悪口なんか言ってない。俺ロリさんの悪口言ってない。別に顔と頭が悪いなんて俺は決して言ってない。なんすかなんすかみんな久々久しぶり。何しに来たの。いや、いや、ある人から目でちょっと、ある人から行けって言われて。そう、俺別にロリさんの悪口なんか言ってないよ。あ、悪口言ってたやん。言ってない言ってない。なんでお前そんな眠そうな顔してるの。多分寝言なのかな。寝言。別に俺ロリさんの頭と顔が悪いなんか言ってない。うん、イエーイイエーイ。やばい、ご無沙汰です。あ、じゃあ、あと任した。ちょっと待って、おかしいよ。おかしいでしょ、ちょっと。何が。もうちょっとさ、来たんだから構ってよ。いや、別に呼んでないし。うん、いや、呼ばれてないんだけどね。なんか、後ろすげえカープじゃない。もういいよ、だから傷をえぐるな、俺のこれ以上。あ、今日あれなの、カープのお話なの。でも別に、今、マグロ漁船のお話してた。あ、だから俺今日カープだよ。よく見て。赤。あ、ほんとだね。マグロ漁船のあれね。久々。よし、じゃあロリさん来たから何すっかな。はい、というわけですけどね。うん、始まってから多分ちょっと経ったでしょ。うん、15分ぐらい。お前ったらね、もうちょっと早く来れたかなと思ったんだけどね。もうちょっとね。何、裏トークしてくれるんすか。裏トークしてくれるんすか。このニコ生が始まるまでの間何をしてたかって裏トークしてくれるんですか。そうだね、まあ今日はちょっと包み隠さず全部素直に。そうですね、飲んでました。何を。普通にアフターで。おお、アフター。アフター行ってました。アフター行って、で、そのアフターで飲んでて、で、そういえばこの時間帯そういえばニコ生やってんなーとか思って、で、まあそのまんま、うん、行こっ行ってきますみたいな感じで。
で、来ました。うん、最近なんか出てないっていうのを、そういえば本当に、どれぐらいぶりここ。うん。ぐらい出てないから、たまにはね、ちょっと出ないとねっていうので、来ました。うん。あのね、あの、ロリさんからロイさんになっちゃったみたいな名前がね、ロイさん、ロイさんでいいからもう、ロイさんだと思う。もう何が何だかわからんくなってきたよね、もうね、そろそろね。いよいよですよ、これは。ロイさん、ロイさんですね。もう進化して、はい、ロリコンからロイさんに変わりました。はい。なんか気がついたらね、何が年上。あ、そうですよ。はい。僕、まあ、ここで言うのもあれなんですけども。やめるんすか？いいえ、どういうこと？ちょっとやめるんすか？違う違う、どういうこと？俺、やめさせたいの。いやですよ。いや、そんな。いやー、ね、僕は11月誕生日なんですよ。CM お願いします。バカだ。さっきバッツリ言ったけどね、バッツリバッツリね。でね、あ、さ、CM 前に言ってたけどさ、そのマグロ漁船乗ってさ、うん、あれだよね、はいはいはい、結構稼げるらしいんだよね。何もういいんじゃないってね。そう、マグロ漁船ちょっと、でもカニの方がしんどいらしいんだ。あれ儲かるけど、マグロはこの投げてこうやる、ここが痛いから。マグロって設置網、うん、釣り、一本釣り。カニは設置だけど。カニだから設置でしょ？うん、カニは設置。起きてる？え？起きてる？何の話？起きてる？何の話？いや、起きてる？綱引き、地引き網だ。綱引きって何？いや、起きてないでしょ。起きてるよ。やっぱね、この時間での放送一番弱っちいからね。何か俺いつでもさえてる。一部の放送この時間で弱っちゅうからね。だいたいさえてるよ俺も。だいたいさえてる。頭寝ながらずっと喋ってんだから。ああ、なるほどね。うん。いやもうだって、お前もうこの画面越しで分かるほど目真っ赤っかよ。カープ大好きだから。いやいや、目を赤にしてどうすんのよ。カープは大好きだからね。赤が大好きだから。赤が好きだから。うん。もう何でも赤くしていくよ。眼球がカープカラーで出てますけどね。心もカープやカラーで。血走ってるんね。血迷ってる。あ、血迷ってるらしい。血迷ってる。お前の、この、あれなの番組はもう、お前の番組みたいになっちゃってる。そうだよ。そろそろクラブノベルと、とある愛機の裏トークにでもしようかな。そうだね、そろそろね、なんか、もうだって、メイン MC は一体どこいたの？もともといないよ、そんなの。あれでしょ、ただ顔がいいだけでしょ。あー、いや、かっこいいとね。うん、ただ顔がいいだけの人。うちのドン。ドンはどこ行ったの？あれはもうなんかその辺で遊んでんじゃないの？あー、なるほどね。多分制作的にね、まあさっきも CG って言葉があったんだけど、多分制作上お金がないから CG に出なかったみたいな。なるほどね。トモヤさんはちゃんと食い CG やろ。ん？待って、俺のグラスこっちか。寝てるでしょ。ね、2部やろ。いいえ、2部やろ。2部やった時どうなるかなっていう。まあ基本的にこの時間帯俺たちは2部やったらタイムリーだけどさ。うん、2部やりたいよね。うん、制作が間に合ってないですね。ちょっと何言っていくか分かんない。
すごいね、なんかいろいろあれだね。あ、面白いワードあったよ。うん、俺ちょっと今拾ってない、それは。うん、拾わないよ。拾う。いや、あの、その子のためにもかわいそうだから絶対拾わない。拾う？拾わない。俺すごい拾いたくてしょうがないね。うん、俺も今うずいてる。うん。俺、美容師と付き合ってないよ、俺。俺、アシスタント付き合ってないよ。うん。あの、最近なんか世間をね、あの、インスタグラムでにぎわせてるんだけどね。あの、なんでか知んないけど、俺が足気なくね、一生懸命この1年間、この髪色をずっとキープしてきたところのね、俺は店長を指名してるんだけど、その時にアシスタントにね、必ずね、来てくれる女の子とか、男の子とかいっぱいいるんだけども。なぜか付き合ってることになってるっていう。どう掲示板でね。勘弁してくれよっていう、俺、すげえ迷惑かけてんじゃんみたいな。もうね、その話俺その、ね、その女の子にすげえ謝んなきゃいけなくなっちゃうからね。勘弁してほしいよね、本当に。でも、アイさんはいいんだよ。すごいね、こう俺のこと大好きだよね、みんなね、うん、なんかそのちょっとなんかちょっとした種あったらもうすぐそれだっていうね。じゃあでもね、毎回ちゃんとインスタ上げてんの。うん、こまめにね。こまめに上げたらこうなるんだよ、気をつけろよ。で、俺もインスタやってて俺、あのフォローしてんだけど、この間つい2日ぐらい前だよ、うん、インスタパッて開いた瞬間に一番最初にあやさんのおやすみっていう顔が出てきてすげえなんか胸くそ悪くなって本当にインスタ消しちゃおうかなと思ったもん。いやいや、俺は、何あれ、いや、じゃあ何やってんの、ベッドの上かなんかでこうやって写真撮って、おやすみみたいな。やっぱ、まあ、一つ言ったらやることないんだろうね。やることないんだよ。うん。インスタは、まあでもインスタはあれだからね。ん？気をつけた方がいいよ。なんで別に、大したことしてないよ、俺。何にもない。大さん、そろそろバースデーの、いや、さっき言ったの全部バッツリ CM で消えたやんけ、今。そう。CM 中に喋ってたから、しかも俺。せやな。そうそう、みんながホストのなんかこうやってなんかこうやってやってる、なんかこうやって言う、動画流れてる間になんかしないけど、ずっと俺喋ってたよ。え、寝てる？寝てるでしょ？起きてる。起きてる。そろそろマグロ漁船のお時間らしいですよ。そうだね。寝てる？いや、起きてる、起きてる。俺余裕で起きてる。うん、今、俺も寝てるの声が出なかったもん。そうね、来月やんの？来月12月にね、はい。あ、12月にやんの？ 12 月にやります。じゃあ、バースデー潰しに行こう。俺も12月にイベントしよう。うん。じゃあ、俺12月に、代表就任祭やります。うん、この番組のみの？うん。この、12月にリアバー。あ、この人何月だよ、11月の20。俺もともとね、リアバが、11月24なんだけど。あ、24だった。木曜日なんですよ。うち、たまたま天休なんですよ。まあ、もうそれやんなってことだよ。だから、え、じゃあ明日すればいいじゃん。あ、明日バースデーしまーすって。みんな待ってまーすって。リスナーみんな待ってまーすっていうの。うん。バカが。来てくれるよ、誰か。大体見てんのなんてもう、ねえ。知ってる子とか多いんじゃないの？まあ、この今書いてるコメントの8割は俺信者だから。あー、アイキ信者なの、うん、じゃあ、アイキ信者があれなのかな、俺と美容室のアシスタントの女の子と、そうだよ。付き合ってることを騒いでるの。うん、俺が裏で根回ししてるから。マジでぶっ殺したいんだけどね。連射する。ほんと、勘弁してくれよ、つって。俺もどこも行けないじゃん、そしたらもう。女の子が少しでもいたらもうアウトだからね。そうだよ。もう、ちなみに一番面白かったのが、俺のお客さんが一番笑ってたっていう。そうだね。僕のお客様が一番笑ってたの。とか言って、美容室付き合ってやんの、とか言って、だいたいなんかね、指刺されて笑われるっていう。あれ、なんなんだろうね。あやさんは、一体どうされたいんだろうね。うん、ね、あの掲示板の中で。な、火消し代わりにされてんのか、それとも火消しにもなってないけど、火消しにもなってないっていうか、さらなる炎上をなんか求められてるのか。ごめんなさいね、そんな面白いことを僕今もうやってないんですよね。ちなみにあやさんがこの最近で一番お客さんに怒られたのが、某掲示板に書いてあることよりも俺と遊びすぎて芸疑惑が、まあ、それめっちゃ怒られためっちゃ怒られたの。唯一怒られるの。またアイキと。また
ない人すごいよね。なんかそれよりもね、どの女の子とも遊んでようが関わりあろうがなんだろうと、アイキと、一緒にいることがなぜか怒られるっていう、どんだけ一緒にいいのっていうか、いや、別にそんな意識ないよ。意識はない。ただただいただけ。いただけ。飯行くとか、たまにね、たまにやっぱこの、うん、タイミング合致したときに、じゃあ行こっかって言ったときに、その後に連絡来るから、今は、みたいな。来る。言ったら、また、うん、いつも、あやちゃん、あやくん、あいきと一緒にいるよね。付き合ってんの？めっちゃ言われる。俺が悪い人になってるからね。じゃあ面白いのは店来たときに、お前絶対ヘルプつくじゃん。うん、その時、言わないっていう。うん、その時は絶対言わないね。ガチめに来ないっていうところが嫌だよね、うん、なんかね。二人の関係を崩したくないみたいな。こいつらなんか仲いいの知ってっから別にみたいな。そういう感じで来られちゃうよね。俺別にね、そんなつもりないけど。ちなみにさっきからのミサとミオっていうのが、俺誰か知らないんだけど、誰あれもおりじゃん、ノアシヨアジ。もうだからさ、勘弁してくんねえから、ほんとに。もう俺もさ、知らねえから誰だそいつ。いっぱいいるやん。いや、いっぱいいるって、いっぱいいるやん。あのね、もうそういう話してたらキリないと思うんだよね、もうね。てか、俺をそれ知ってどう思うのって、どうなるのっていう。別に俺は興味ないから。うちミステリーじゃないから、俺ミステリーな人間じゃない。結構基本オープンだよ、何でもやってるし。うん。じゃあ最近いつ枕やった？あ、ごめん、ほとんど知らない、マジで。全然オープンじゃねえ、全然。いや、ちょ、待って、オープンじゃなくねえか。オープンじゃないの、これ。オープンじゃないね。オープンじゃないの？オープンじゃないね。オープンじゃないの？アイギ、あ、俺、彼女いるよ。アイギ、彼女いるの？うん、彼女いるよ。なんていう彼女？いや、教えないよ。オープンだから教えようか？俺の彼女の名前？ガチのやつ？うん、言っちゃうよ。何？だってここに名前彫ってるぐらいだよ、俺。ごめんね、何？そうやって、なって書いてあるよね。それこっち。なって書いてあるよね。こっちに、ちゃんと書いてある。外人？うん。ジェシー。ふざけんなよ。ナンシーって、お前。ふざけんなよ。何が？ナンシー、うちの店の下のあれでよくギター弾いてんじゃん。まあね。おでん屋の隣でよくギター弾いてるやつじゃん、ナンシー。そうだよ。てかさ、別に彼女いたってよくね？彼女が嫌って言うんだったら、お前らじゃあ金使って、一番になってみろよ。それができねえんだったら文句言うな。おやすみなさーい。はい、どうも、茶番劇ありがとうございましたまで使い込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。